暑い夏、じりじりと照りつける日差しに体力を奪われていませんか？そんなあなたを救うべく、あのヒーローが立ち上がります。おっと、僕を呼んだかい？変身と待たせたな。疲れた体にニンニクマシマシ、元気千倍、ニンニクモンシャキン。みんな、暑くて何にもやる気が出ないって。オーマイガーリック、とりあえず僕についてこい。行くぞ。夏バテ気味の君たちにこれでパワー注入だ。ではニンニクステーキを作っていくぞ。材料はこれだ。今日使うニンニクは清水町のブランドニンニク、十勝清水ニンニク。とっても立派で美味しいんだ。今日のニンニクステーキはその生産者さんに教えてもらったから美味しいこと間違いなし。まずはニンニク、皮をつけたまま横から半分に切っていくんだ。硬いからこの作業はお父さんやお母さんにやってもらおう。豪快に。その切り口に塩コショウをまぶしていこう。これでニンニクの下ごしらえは OK だ。次にフライパンにオリーブオイルを敷いていく。ニンニクの切った部分を下にして並べていこう。よいしょ。ほい。ニンニクを置いたら白ワインを入れる。白ワインを入れたら蓋をするんだ。ここから弱火でじっくりとニンニクを焼いていくぞ。みんな、ここで一つポイントだ。ニンニクはメロンの倍の糖度があるんだ。だからとっても焦げやすい。必ず弱火で焼いていくことが大事だぞ。弱火だ。いいな。蓋を外すといい香りだ。リラクゼーション効果。ニンニクに綺麗な焼き目がつくまで焼いていくぞ。お、いい感じ、いい感じ。綺麗な焼き目がついてきたぞ。ニンニクが綺麗に焼けたぞ。僕の仲間が今食べて食べてって言ってくれている。いい香りだ。みんなパワーを注入していくぞ。ニンニクに感謝していただきます。バターと醤油もたっぷりつけていただきます。うん、柔らかい、おいしい。醤油とバターとの相性も最高だ。ナイスガーリック。あー、美味しかった。みんなも食べ終わったかな。ごちそうさまでした。どうだい、みんな自分の顔鏡で見てみろ。すっごくいい顔してるぞ。これがニンニクのパワーだ。ニンニクっていうのは美味しく、あなたが
疲れを感じたとき、振り向けばニンニクマンがいるかもしれません。ニンニクマンは今日も世界のどこかで人々を元気にしています。行け、ニンニクマン。